今日はよろしくお願いします。お願いします。お名前と年齢を教えてください。斉藤壮太で今20歳になります。わかりました。現在大学生ですか？はい。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。自分の性格を教えてください。性格は割と明るくて誰とでも仲良くなれる感じかなと思ってます。初対面の人と会っても結構人見知りはされない、はい、タイプですか？大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。自分の長所を教えてください。長所はやっぱコミュニケーション能力の高さかなと思ってます。なんか自分の中でコミュニケーションを取るとき意識していることとかってあるんですか？相手の目を見て話したり、ちょっと笑顔で口角上げて喋ったりしてます。わかりました。ありがとうございます。短所を教えてください。短所はちょっと飽き性なんで、一つの物事があんまり長く続かなかったりするんで直していきたいなと思ってます。わかりました。なんか自分の中でこれ続かなかったなみたいなことありますか？ダイエットですかね。あんま続かなくてどのぐらいでやめちゃったんですか？1週間、2週間とかで結構終わっちゃってみたいな。わかりました。ありがとうございます。趣味を教えてください。趣味はスポーツです。スポーツ全般ですね。あ、そうなんですか。はい。なんか昔やられてたスポーツはありますか？ずっとバレーボールやってまして、バレーボールが一番好きです。わかりました。ありがとうございます。異性の、好きなタイプを教えてください。好きなタイプはとにかく笑顔が素敵な人で、一緒にいて注目になっても気を使わずにいられる人かなって思ってます。わかりました。何か外見などで好みなタイプありますか？あ、意外ときつめな顔が好きです。可愛い系というよりは綺麗系、かっこいい系が好きですね。わかりました。ありがとうございます。異性に、されたら嬉しいことを教えてください。休日急に暇な日とかに出かけようって予定立ててくれると嬉しいなと思います。わかりました。好きな仕草とかありますか？ポニーテールとかに髪後ろに結ぶ仕草が好きです。わかりました。ありがとうございます。苦手なタイプを教えてください。めちゃめちゃうるさい子が苦手です。でまあわちゃわちゃしてるよりはまあ静かな方が。そうですね。わかりました。じゃあ女性にされたら嫌だなってことありますか？あ、タバコ吸ってる女性はちょっと苦手かなって。わかりました。ご自身はおタバコって吸われるんですか？吸わないです。吸わない。わかりました。ありがとうございます。現在彼女はいらっしゃいますか？いないです。最後に行ったのっていつなんですか？1年半ぐらい前です。わかりました。ありがとうございます。好きな場所を教えてください。好きな場所はゆっくりできるカフェとか好きです。ハンモックとかついてるところとか。なんかよく行かれるカフェありますか？横浜とかの中目黒にある茶の間っていうカフェに行く。いつも頼む商品ありますか？あ、でもコーヒーですかね、ブラックで。わかりました。ありがとうございます。最近泣いたことがあれば教えてください。最後に泣いたのは高校の部活の引退試合です。高校時代はバレーボール。バレーボールです。わかりました。ありがとうございます。最近のマイブームがあれば教えてください。マイブームは最近自転車を買いまして、ちょっと遠出していい景色を見に行ってます。なんか最近行った中でいいなって思う場所どこだったんですか？あ、でも最近初めて自転車で箱根に行ったんですけど、はい、まあ、遠かったですけどやっぱ景色は良かったですね。温泉も疲れてよかったです。それは友達何人かと行かれたんですか？一人で行きました。わかりました。ありがとうございます。好きな時間を教えてください。好きな時間は夜ですね。深夜が好きです。なんかいつもされてることとかってありますか？うん、家族みんなが寝てから一人でお酒飲みながら映画見てます。お酒はお好きなんですか？お酒好きです。よく飲まれるお酒とかってありますか？ビールかフォアローゼスっていうウイスキー飲んでます。わかりました。ありがとうございます。幼少期の頃の夢を教えてください。あ、プロサッカー選手になりたかったです。わかりました。じゃあ逆に現在の夢を教えてください。現在の夢は、はい、美容メーカーに就職したいです。美容メーカーでなんか特にやりたいなってことありますか？商品の開発ですね。シャンプーとかの。わかりました。ありがとうございます。大切にしている言葉を教えてください。塵も積もれば山となる。なんか大切にしようと思ったきっかけとかってあるんですか？意外と無駄遣いしちゃうことが多くて、やっぱそういうのを直そうと思った時に、ああ大事な言葉だなって思って、それから心がけてきたんです。結構最近は節約とかはされてるんですか？そうですね、節約してます。わかりました。ありがとうございます。告白された回数を教えてください。5回ぐらいです。5回ぐらい。ありました。その中で印象に残ってる告白とかってありますか？あ、やっぱり初めてされた告白ですかね。小学校
3年生ぐらいだったかなというふうに言われて、恋愛とか分かんなかったんですけど、すごい印象に残ってます。わかりました、ありがとうございます。今一番会いたい人がいれば教えてください。玉城ディナちゃんです。え、もう顔が好きです。なんか会って話してみたいことありますか？そのモデルのお仕事についていろいろ聞きたいなって思います。わかりました。今後モデル活動とかっていうのは興味ないの？全然やんないです。わかりました。これから行ってみたい場所があれば教えてください。カナリア諸島に行ってみたいです。なんかパンフレットで見てめちゃめちゃ綺麗だったんですよ。なんか行ってみたいなと思って。あとギリシャの白い崖なんか家があるとことか、綺麗なところに行ってみたいです。景色が。旅行は結構お好きなんですか？旅行好きです。わかりました。なんか今まで行ったところで良かったなって場所ありますか？オーストラリアのグレートバリアリーフとかはすごい綺麗で良かったです。わかりました、ありがとうございます。人生で一番嬉しかったことを教えてください。無事に大学に入れたことですかね。ストレートで行けてよかったです。結構勉強は不安だったんですか？全然してなくて、はい、あっかなぐらいで受けたら受かってよかったです。わかりました、ありがとうございます。出かける時の服装で意識していること何かありますか？色合いを統一して、はい、なるべくシックっていうか色感とか服の質感とかを統一してなるべく綺麗めに見えるようにしてます。洋服でお好きな色とかってあるんですか？黒ですね。わかりました。よく行くお店ありますか？洋服のお店はあんまないですね。バラバラですね。わかりました、ありがとうございます。休日の過ごし方を教えてください。休日は家から出ないです。ずっとネットフリックス見てゴロゴロします。なんか最近ネットフリックスでハマってる動画ありますか？アニメの銀魂をもう一回見直してて、今すごいずっとそれにハマってます。わかりました。サロンモデルを始めたきっかけを教えてください。中学3年生の時に銀座でモデルハントにあって、そこから始めました。わかりました。サロンモデルを始めて良かったこととかってありますか？それまであんま髪の毛に意識ってなかったんですけど、やっぱ美意識が高くなったかなって思います。結構美容関係に詳しくなったりされたんですか？そうですね。じゃあ逆にサロンモデルを始めて難しかったこととか大変なことがあれば教えてください。とにかく朝が早いです。朝が営業前とかにやることが多いので、はい、例えば朝8時にどこどこに来てくださいとか、全然普通なんで朝がすごい大変ですね。わかりました、ありがとうございます。インスタグラムの投稿で意識していること何かありますか？なんか最近、はい、その自撮りの投稿を増やそうと思って、今まで全然載っけてなかったんですけど、初めて自撮りをちょっと載せてみようかなと思って載せ始めてます。自撮りを載せようと思った理由とかあるんですか？友達がみんな載せてるから俺も載せようかなと思って始めてました。わかりました。なんか写真の撮り方とか加工でもいいんですけど、意識していることありますか？加工は一切してないです。基本的にもう送られてきた写真そのまま載せるんで。ありがとうございます。モデルの撮影の時に何か心がけていることはありますか？前日の夜に食べ物を食べない、でお水だけ飲んで寝て、次の日しっかり顔のむくみを取って撮影に行くようにしてます。わかりました。最後に一言何かあればよろしくお願いします。 SNS はインスタグラムしかないんですけど、ぜひよかったらフォローしてみてください。お願いします。わかりました。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。